DAW レッスンの鈴木です。ロジックプロ10 Tips 動画第48回目、今回はパンの使い分けというお話をしてみたいと思います。パンに関してはもう皆さんご存知だと思いますけれども、チャンネルストリップのパラメータの一つで、そのトラックのサウンドのステレオ定義を決めるよという、おなじみのパラメータですよね。センターから出すのか、それとも右から出したいのか、左から出したいのかなんていう時に、このパラメータを変化させることによって音のステレオ感での配置を作ることができるというおなじみのパラメータです。そんなおなじみのパンですけれども、ロジックには実は3つの種類があるというのをご存知でしょうか。具体的に見ていきましょう。今ミキサーの画面見ていただきますと、パンポットの表示方法にいくつかのバリエーションがあるのが分かっていただけるかと思います。ロジックの初期設定の場合ですと、トラックの種類であったりステレオモノラル問わず、このような状態のパンポットが表示されているかと思います。この状態でもモノラルトラックとステレオトラックでパンの名前が実は違っています。モノラルトラックの場合ですと通常のパンなんですけれども、ステレオトラックの場合はこちらバランスという名前になるんですね。これはインストゥルメントトラックであったりバスのトラックに対しても同じことが言えます。じゃあこのバランスというのは何かと言いますと、本当にその名の通り音量バランスなんですよね。ステレオというのはモノラルトラックを2本使ってそれぞれを L、R で鳴らすという方式なわけなんですけれども、このバランス方式のパンというのは2本のモノラルチャンネルのレベル調整によって相対的にパンニングを作っているというモードになります。パンではなくてバランスという表記になっているのはこの辺りが関係しているんだと思うんですけれども、最近のロジックですともう一個ステレオパンというものが選べるようになりました。もちろんこれはステレオですので、ステレオトラックでしか扱うことができないよというものなんですけれども、こちらのモードに切り替えることによって、モノラルトラック2本それぞれのパンポットを調整したようなサウンド変化を作ることができるということになります。話ちょっと戻りますけれども、バランスの場合はあくまで音量バランスですので、モノラルのパンというものを扱うことができないということになるわけです。その問題を解消したのが、このステレオパンということになります。構造上の違いは分かっていただけたと思うんですけれども、大切なのはじゃあ何が変わるのか、曲を作る上でどういった違いが出てくるのかという部分だと思うんですけれども、これ実際に実験してみたいと思います。今ここにピアノのトラックを用意してみました。最近のソフトウェアシンセサイザーのピアノの音色って、音域が下に行くほどパンが左方向に触れていたりですとか、広域に行くに従って右から鳴っているよという具合に、音源の中ですでにパンが組まれた状態になっているサウンドということになります。もちろんこの状態でパンポットを設定すると問題なく定位はすることができるんですけれども、通常のバランスだとちょっと問題が出ることがあります。先ほど定域側は左の方から定位されてくるなんていうお話をしましたけれども、パンを完全に右に振り切ったとしたらどうなるでしょうか。実は定域の音ってちっちゃくなっちゃうんですね。もうちょっとわかりやすく実験してみましょう。今、ピアノ音源をビエナアンサンブルプロ上に立ち上げているんですけれども、ビエナ側で左に振り切ってしまいたいと思います。ロジック上のパンをセンターにすれば、この状態でパンをいじってみましょう。左に回していくと、こちらは問題なさそうです。ですが、これを右に回していくとどういうことが起きるのかと言いますと、このように徐々に音が消えていってしまうんですね。完全に右に回してしまうと、右チャンネルのチャンネルフェーダーが0になったのと同じ状態になってしまいますので、音が出なくなってしまうわけです。この状態でじゃあステレオパンに切り替えてみるとどういうことが起きるのかと言いますと、ちゃんと音が出るよと。これがバランスモードとステレオパンの違いになります。このステレオパンモードにはもう一つ大きな特徴があります。今左側がステレオパンモード、右側がバランスモードのパン状態ですけれども、ステレオパンモードではこのパンのグラフィックの中に白いハンドルが表示されているのがわかるかと思います。この白いハンドルを操作することによって、ステレオの広がり具合までコントロールできるよというのが大きな特徴になってくるかと思います。またステレオパンモードの時にパンポットをコマンドキーを押しながらクリックすることによって、オレンジ色に変化させることができます。この状態にすると右と左のチャンネルをスワップ、つまり入れ替えるなんていう使い方ができてきます。例えば今ですね、ピアノの音を右トラックに振り切った状態になっているんですけれども、この状態でスワップしてあげると、音が左から出てくるよと。という状態を作ることができますので、かなり自由なパン定位のコントロールができてくるのではないかなと思います。ということで今回はロジックのパンの扱いについて見てきました。元でもご紹介した通り、デフォルト状態ですとステレオもバランスパンで常に立ち上がってきますので、場合によってはステレオパンに設定した方が自然な狙った効果を作りやすいという場合もあるかと思いますので、ぜひ試してみてください。それでは今回もご視聴ありがとうございました。